シャルル・ド・フレシュネの写真。ナダール撮影。1880年。シャルル・ルイ・ド・ソルス・ド・フレシュネは、フランスの政治家。フランス第三共和制、時代、四期にわたり、首相を務めた。1828年11月14日、フォワで生まれた。エコール・ポリテクニークを卒業後、官解に入り鉱山関係の行政官として、経歴を積んだ。1858年に、 南部鉄道会社の交通責任者に就任して組織力を示したが、1862年に技術部門に戻り、1866年に観察長官に昇進した。その後、科学技術関係でイギリスなど各国を訪問、1867年にはイギリスでの経歴をもとにイングランドの工場における女性と子供の労働に関する記録を執筆した。 1870年不屈戦争にフランスは敗北し、トロシュ将軍を主犯とする臨時政府が成立すると、レオン・ガンベタの地遇を終え、タルイコールエイコール・ガロンヌ県知事に任命された。この時、フレシネが持ち前の組織力を発揮した結果、ガンベタはドイツ軍に対抗する軍勢を次々と送ることができたが、ルイ・ドレール・ド・パラディヌ将軍との不和により、結局オルレアンは陥落。 さらにルイ・フェデルブ率いる軍勢の壊滅を招いた。1876年にガンベタの推薦を得て、元老院議員となり、翌1877年12月、ジュール・デフホール内閣で公共事業大臣として、公共事業大臣として、私鉄の国有化と新鮮建設、そして運河の建設を推進した。続くウィリアム・アンリはディントン内閣にも留任。 ワディントンが首相を辞任するとその後任として首相と外務大臣に就任した。首相としてはパリコミューンに参加した人々に対する恩赦を決定したが政教分離問題をめぐり後見人であるガンベタの支持を失い内閣は1880年9月に総辞職した。1882年1日に第二次内閣を疎閣、再び外務大臣を兼任した。 ムハンマド・アリー・アッサ、エジプトで勃発した、ウラービー革命への介入をめぐり、イギリスによるアレクサンドリア砲撃への参加を拒否したことで、エジプトにおけるフランスの影響力を完全に失った。妥協案として、砲撃の代わりに、スエズ地況の占領を提案したが、大議員での新任決議が417票対75票で、否決されたため総辞職した。 1885年4月にアンリ・ブリッソン内閣の外務大臣となり、1886年1月に第三次内閣を組閣した時も外務大臣に留任した。積極的な内政改革案を引っ下げて三度政権についたフレシネであったが、その本領は植民地獲得など外交面でむしろ発揮された。議会戦術も巧みとされたが、 自派の分裂を防げず1886年12月3日に内閣総辞職をした。1887年に二度疎閣に失敗した後、同年の大統領選挙に立候補するが、その日和りみ的な態度が、急進派に嫌をされ、結局、同じく恩剣共和派に属する、マリー・フランソワ・サディカルノーに敗れた。バニティフェア1891年4月18日号での、カリカチは、 1888年4月にシャルル・フロケ内閣の陸軍大臣に就任したが、文民による陸軍大臣就任は1848年のフランソワ・アラゴ以来だった。以降5年間、合計で5つの内閣の陸軍大臣を務め、兵役3年生、参謀本部の設立などの政策を推進した。1890年3月に第4次内閣を組閣。 1892年2月まで続いたが、2年間の内閣期を通して、宗教問題に悩まされ、内閣が倒れたのも、宗教法案の採決で敗北したことが理由だった。パナマ運が義国で、自身の潔白を完全に証明できなかったため、陸軍大臣を辞任した。その後、1898年11月に、シャルル・デュピー内閣の陸軍大臣に就任したが、 1899年5月6日に辞任した。1882年にフランス科学アカデミー会員に、1890年にアカデミーフランセーズ会員に選出された。1923年死去。ありがとうございます。